アトラスニュースの時間がやってまいりました。ちょっと待ってください。アトラスニュース、アトラスラジオ、ラジオボケてますね。ボケてますよ。もうね、疲れちゃいました。いろいろボケてますよね。いや、最近よく寝れるんですよ。あ、よかったですね。はい、最近ね、うん、晩飯食わないからね。晩飯食わないから寝れる？寝れるんですよ。へー。そうそう、お腹すくじゃないですか。はい。そう、腹がパンパンに膨らんで寝てると、はい、でもうわー、プンプンってこう。なりました、うん、呼吸ができなくなるんだけど。それは腹がへこんでるから。そういうもんですか。腹がへこんでるから、はい、もうヒューって腹がへこんでて、はい、何の話してるんですか。すごい寝れる。お腹が空いてるとよく寝れる。お腹が空いてるからよく寝れるんですよ。逆にお腹が空いて起きちゃったりしませんか。4時間も、はい、ぴったり寝れますよ、はい、4時間しか寝てないんですよ。いや、4時間寝てまた寝る、また寝る、4時間。なるほど、なるほど。いつも2時間刻みで目が覚めてたんだよ。というわけで、アトラスニュースの時間でございます。さっき、あゆむさんあれだよね、アトラス、なんて言ったっけ、アトラスクラブ。クラブとか言ってたよね。もう2人して。てか、しれっとボタン僕、ちょっと出させていただいてますけど、画面に映るのめちゃ久々ですね、僕。はい。多分、アトラスラジオで。吉野あさろうさん。あさろうさん。違う。改め、あさろう。ぐたぐたになっちゃった。吉野夢のアンチの皆さん、こんばんは。なんでそんなこと。うわ、嫌われる。なんか待ち望んでる方いますよ、夢をさん。僕のこと、そうなんですよ。画面でないか、ね、ついてくれる方と、うん、嫌いになる人、すごい分かれてる。両極端なんですか、はい、うーん。まあね、そういうものでもありますよね、と。はい。まあね。はい、ということでね、始めさせていただきますね、はい。まずですね、先日ね、立院にお参りした方のお便り紹介したんですけれども、うん、はい、その方からですね、なんかすごく嬉しいお便りで、これ本当はね、私と山口先生にだけ読んでいただければとなってるんですけど、うん、すごく喜ばしいことなので、ちょっと紹介させていただきますね、うん、はい、ね、この方、発見当初は何球くらいの大きさがありということで、がんの方だったんですね。何球って結構でかい。結構でかいですね。これぐらいあったんですね。はい、立院にてゴマ祈祷を受けた後の今月の定期検診で、私のがんの患部が小さく収縮していることが確認されました。発見当初は何球くらいの大きさがあり、肝臓の内側に深く侵入していて、切除も放射線治療もできず、ステージ4の末期、昔風に言うと、うん、で、余命半年という診断でした、うん、幸い服用することになった新しい抗がん剤の効果と、ご縁をいただいた神仏のご加護、近光氏が派遣してくださった2人のブルーエイビアン57号さんと58号さんの助力と。今度55号みたいな。え、何らしいですか。だんだん分からなくなってきちゃった。いろんな要素が助けられてるってことですか。いろんな要素で、立院で、はい、店内集で、はい、俺のご祈祷もしてるし、はい、ブルーエイビアンにもお願いしたと。はい、じゃブルーエイビアンが、はい、アイムさんの旦那さんが1号だったのが、はい、もうこの人の場合は57号、はい、58号、すごいですね。あ、そういう意味の58号、そうそうそう、58号、ブルーエイビアン、そう、私確かね、第1号だったんだと思いますね。ちなみにね、なんとこの今収録している5月28日は夫の命日でございまして、1年経ちました。1年経ちましたね。この1年早かったですね。まあ、いろいろと刺激的なことがたくさんありまして、おかげさまでこうしてやっておりますと。はい、ということでね、57号さんと58号さん、いろいろありましたね。ありましたね。いいですか、僕の話。はい、僕の母親と母親の姉、はい、いわおばあに当たる方もがん結構進行してたのに、はい、なんか今まで瞑想とかね、あんまりそういうことしたことなかったのに、がんになってから、はい、なんか自分の体からね、はい、なんか毒素を全部抜いてやるっていう思いで毎日こう拝んでたら、はい、まずね、そのおばあの方ががんになって、はい、結構ステージなんだか忘れちゃったんですけど、はい、結構進んでたのに、はい、ある日検査したら、はい、がんが消えてて、で、医者ももう椅子から転げ落ちるくらいびっくりしてたって言ってて、でその後うちの母親もがんになっちゃったんですけど、はい、毎日その姉もね、はい、そのなんだろう、うん、
お祈りみたいなのが通じてできたから自分もできるんじゃないかってなってなって、はい、今ガン消えてます。はあ、すごいですね。2人成功してるんですよ、僕の身内で。 そのガンが瞑想とかすればいいんですか。瞑想してなんかその、うん、自分の体からとにかく悪いものが出てくように、はい、出てくようにってこう、はい、うんうん、祈ってたら本当になくなった、はい、いや我流なんですよ、誰かに教わったとかじゃなくて、はい、うん、なんかすごいですね、やったらできたっていう、うん、はい、いやだからあの、うん、カジキ通ってなんか馬鹿にできないですよね。そうですね、うん、やっぱり人間の病っていうのは気から来てるところがありますからね、うん、そうですね、気持ちですよ、うん、あ、気持ちだ、よく笑う人が癌になりにくいっていう統計的なデータがあるので、はい、なんか、うん、本当に気からって感じですよね、元気というか、う気の持ちようで、はい、なんかちょっと左右するんだろうなっていう。ああ、じゃあ私なんか笑いまくってるんで、あ、そうですね、ならないかもしれないですね、うんうん、へえ、はい、ということでちょっと、ね、続けますね、はい、2人のブルーエイビアン57号さんと58号さんの助力と私の家族の献身により告知された期間を13ヶ月も長らえることができていました、うん、そして今回立院の大阿闍梨様の法力を得て手術による根治の可能性が見えてきた次第です。完全になるかもしれないんだ、ね、すみません、僕途中で思わず喋っちゃった、ね、まあ、いいんです、終わったと思って喋っちゃった、いいんですよ、あのということでね、良かったですね、このままね根治していただければと。そうです ね、すごいすごい、だから、うん、やっぱりスピリチュアルなこととかも結構ね病気に関わってくるんですね。そうですね、私もでもありとあらゆるなんかねカタカムナ唱えたりとかねやっぱりスピリチュアルなことにちょっと頼ろうとしましたけど、うん、まあちょっと残念ながらね、よくスピリチュアルだけで勝負しようとする人いるじゃないですか、はい、あれはダメですよ、ね、ダメですね、はい、西洋医学と東洋医学とスピリチュアルと全部合わせて技で一本でやらなきゃダメですよね、はい、うん、はい、あとスピリチュアルその不思議な力と、うん、なんかも可能性もあるんですけど、一番なのはその気というか自浄作用ってやつですよね、はい、自浄作用、うん、自分の体から悪いものをなくすっていう自然の自分の体の力、はい、それ引き出すのがやっぱ笑ったりとかね、うん、本当になくそうっていう思い、プラシーボ効果が、はいはい、まあ、ね、身に実ったっていう感じですかね、前向きにね、うん、考えていただけるということで、はい、ということでですね、この方ちょっと名前前回なんかね読んじゃったっぽいんですけれども、はい、どうもありがとうございました、頑張ってください、頑張ってください、はい、ということでね、じゃあお便りまず 1個目はですね、ゆめろうさんに読んでいただきましょうね、はい、はい、ちょっとこういうのとか、あともう一つ僕が、うん、はい、まあ、外部で取ってきたものもあって今回出させていただいてます、はい、なんか多分不思議に思ってる方もいると思うんで一応説明しておこうと思いまして、はい、はい、ま、ここ前回と同じ方、前回ね、そうそう、うん、夢郎さんが好きって言ってた方ですので、あ、なるほど、はい、タートルカンパニーの皆様、ビビビのビンタロウ先生、アイムさん、夢郎様、ハートマーク、お疲れ様です花子です、先日はルー君とアズ君のお便りを夢郎様に読んでいただき感無量でございます。こちらこそありがとうございます、うん、今日は私が中学校の頃の話を聞いてほしいのです、うん、私は自転車通学でした。部活が終わってから帰る頃には暗くなっていたものです。友達と数人で帰っていた時のことです。友達があの光なんだべという方を見てみると、ずっとチカチカしたものがついてくるんです、うん。手を伸ばせば取れそうな場所にいたのです。うん、が、当時は怖く感じていました。うん、途中から一人になるのも途中で一人になるのでもっと怖くて、急いで帰っていました。うん、で横を見るとついてくるんです、光が、うん、小さな光は家までついてきて、うん、携帯電話がなかったので、うん、怖いと思いながらも、まあ、帰りました。で家に着いてそっと外を見るといるんです、そいつが、はい、で祖母に話しても何にもないよと見えていなくて、うん、で友達に電話したら昨日まではいなけど今日はいないよというので家にいるんだよと話すと、1センチくらいの緑と黄色が遊び出すだけで何もしないから大丈夫だよとのんきでしたが、私には見れませんでした。ん、うん、よくわかんないな。であれから20年以上になりますが、一体何だったんだろうと忘れたことありません。うん、山口先生は何だと思われますか。何か光がついてくる、青と緑、待って、これ、うん、
あ、それ後ろはね、あのご住所なので。いや、透けて映っちゃってんじゃないかな。え？画面に大丈夫かな。え、大丈夫。ちょっと後で確認します。はい。住所まで印刷しなくていいじゃないですか。いやいやいや、それがないとステッカーを送るとき、うんうん、ちょっと、うん、ちょっとあらかじめ言ってこれないとちょっとないです、はい、でこれ何なんですかね、光、この光は2色、うん、そうですね、うん、緑と黄色が遊び出すだけで何もしないから大丈夫。映像とかでその光の玉とかだとレンズゴーストじゃないかとかいろいろあるんですけれども、うん、ついてくるってなるとちょっと話変わってきますよね、うん、そうだね、ついてくるのと違うな、うん、なんか誰か編出者が光を当てていたとか、光当ててたらそれ、ま、言っちゃったそれついあ光当てられてあれ光がついてくるって思う人って相当あれですなんかやばいやつよね。やばい、やばい。人怖になっちゃいましたけど。光ついてきたわけじゃないんですけど、うん、光の玉なら僕、2回かなみたいな。へあれ、そうだな。2回でいいのかな。はい、人玉みたいなのが1回と、はい、明らかなそのなんか電球みたいな、本当にこの方がおっしゃってるようなサイズ感の光の玉なら2回見てるんですよ。はい、なんでしょうね。小型 UFO ですか、それとも小型 UFO ずいぶんちっちゃい、うん、小人が乗って、だって小人ってよくあの、ね、目撃談ありますけど、彼らも UFO に乗ってる可能性ありますね。そういうものいや、わかんないですけど、でも座敷わらしだって光の玉になることあるんですよね。光の玉見たことありますね、うん、あれは霊体が移動するときに、ね、光の玉になるんだな、うん、いやそういう原則的なものがあるんであれば、他の小人だとかそういうのも光の玉になって移動してる可能性ってありますね。ありますね、うん、ある言うかもな、うんうん、はい、だから四国の山の中で光の玉みたいなのがこう走ってるんですよ、はい、で向こう岸から見てる人にはなんか大蛇が人を追っかけてるように見えるんだけど、はい、その追っかけられてる人はなんか光の玉に追っかけられてるというふうに見えちゃうっていうのがあるみたいですよ、はい、だからまあ光の玉だなと思って見てても、うん、実はその人にとっては、うん、大蛇に見えたり小人に見えたりいろいろしてるんでしょうね、うん、そうなんですね、うん、はい、うん、でもこう人に見えたり見えなかったりっていうのがちょっと面白いですね、うん、霊感のある人じゃないと見えないじゃないか、うん、おじゃあ物理的な現象とは違うって感じですね、まあ、不思議ですね、政治的なことね、うん、まあ、他にもこういう体験されている方がいたらお便りいただけますと幸いでございます、はい、そうですね、不思議な体験されているとね、はい、音をつけてくると、はい、ということで、じゃあ、はい、花子さんね、どうもありがとうございました、ありがとうございました。はい、また夢郎さんに呼んでいただきまして、ね、読ませていただきました。はい、次が、うん、花ちゃんもう夢郎、うん、夢郎の番組に手紙送れないよね、夢郎さんも、あ、夢郎チャンネルの夢郎チャンネルにもいただけますと幸いでございます。そうですね、夢郎チャンネルにね、なんかもっとこう分厚いって言ったらあれだけど熱い回答とかいただけるかもしれませんね、うん、はい、よろしくお願いします、はい、ではね、次が龍神雲の写真が来てますね。またまた来たんな。最近目に見えて頭髪がふさふさになり、すっかり調子に乗ってる敏太郎社長、笑い上戸のふさふさなのにか帽子、最近でも帽子かぶってませんか。前回も帽子かぶってましたね。寝癖がついたら帽子なんですということでね、はい、ビンタロ社長、笑い上戸のアイムさん、アベンジャーズのエース近光さんをディスる夢郎くん、ディスる、ディスる、おはこんばんちは。以前同じく雲ネタを紹介してもらいましたバダスキーです。バダスキーさん、はい、私も皆さんの真似をして龍神雲らしき画像を送ってみましたのでご覧ください。もうこれネタになってますね、ほとんど龍神っぽいけど、どこが龍神雲だよ。どこ、どこが龍神雲、どこ。悪いけど2枚目は2枚目そうじゃん、2枚目どうでしょう。雲ですね、普通にシュッとした雲ですこれどこが龍神、鱗もないじゃない、わかんないな、わかんなかったですか。あの、はい、皆さんお願いします。あの龍神雲的には、はい、多分、まあ、僕は そもそもがあれなのかなと思うんですけど、もうちょっとこう、はい、頭があって、はい、胴体にこう鱗があって、はい、うわこれマジで竜に見えるねっていうのがあったら、はい、ちょっと僕らも反応できるんですよね、まあまあ、なんか、はい、あ、これは素晴らしいねってこう、はい、偶然かもしれないけど素晴らしいねって言えるんですけど、はい、これ画面今出てるんですよね、多分細川くんから、うん、そうそう、細川さんにも載せてもらって、ちょっとこれ申し訳ないですけど、うん、まあ
ちょっと気象現象じゃないかなっていう。はい、雲というふうに2枚目見ました。2枚目雲はい、ということでしたね。わかりました。やっぱりツイッターとか見てても、うん、そう思いたがる人ってすごく多いので、うん、ちゃんとこうあのアトラスラジオとかの中でもね、うん、あの違いますよって言っていくことも大事なのかなと思います、うん、ああそうですね、はい、肯定するだけがオカルトじゃないと思う、うんうん、まあそうだね、うん、ということでですね、ちょっとこれは残念な結果になってしまいましたが、うんうん、それがこんなすごい動きとかしてたらね、うん、また別なんですけど、ね、まあね、はい、はい、バダスキーさんどうもありがとうございました。ということで、なんと次はですね、鳳凰の雲。まだなんで会に僕は出てしまったの山口先生、アイムさん、スタッフの皆さん、いつも楽しく拝見させていただいております。松戸の小市民です。あら最近血糖値も上がり気味なので、健康を兼ねて江戸川河川敷を散歩しておりました。4月になり、何気なく夕焼け空を撮っていたところなんか、鳳凰のような見ようによってって笑いって書いてますね。鳳凰のようなものが取れましたのでご報告まで、うん、ということで、これね、あのカラーですけどね、本当に金色の鳥みたいなんですよ、うん、どうでしょう形的に。まあまあ見えなくないな。鳳凰悪いけど分かんない。これ顔、これ翼。今後は中澤武史チャンネルにお願いします。ユーマ案件です。鳳凰ってユーマですね。鳳凰ってユーマじゃないですか。ユーマですか。ユーマといえばユーマだけどね、これ、はい、これ翼があって、はい、ガッチャマンの、はい、ね、火の鳥みたいな。フェニックスですか。フェニックス。カブトムシ見えますよ。カブトムシ。見えるこれカブトムシ。これ角で、これ羽でバシャバシャって飛んでる。そうかな。なんかいろんな意見がありますけど。カッパに見えるな。何にでも見えるじゃないですか。何にでも見える。ということでですね、ちょっとこの写真でまた補佐官に載せていただきますので、皆さんにはどう見えるかということでね、はい、はい、こちらですね、あ、お名前がね、松戸の小市民さん、どうもありがとうございました。次は松戸丼が取れたらお願いします。松戸丼いいですね。滝沢馬琴さんも関わってくるんですね。そうですね、はい、次にアトラスニュースに行きましょうか。はい、どうぞ。ニュースそっちあるんですね。はい、アトラスニュースの中から、はい、あの変なニュースをちょっとピックアップして読んでます。5月24日に放送された FM ラジオアウェイク、うん、まあこれ金曜日だいたい6時から8時57分7分で大規模に放送事故が発生した。放送事故どういうことなんですかね。何ですか、どんな放送事故。アウェイクでは月曜から木曜ではフリーアナウンサー有馬隼人が DJ を担当している。月曜日この日番組は予定通り始まったのだが、1分10秒にわたり無音状態が放送されてしまった。無音はダメですよね。ちょっとね、通常ラジオでは5秒から20秒無音状態が続くと放送事故扱いになるため、この時点で大規模な機材トラブルが発生していたようだ。これすごいですね。1分11秒からは企業 CM を流れていたが、2分過ぎから再び無音状態となり、10分過ぎからはイージースクリーンリスニングなどが20分間にわたって流れていた、そして番組開始6時27分にようやくアウェイクが放送スタート。トラブルが明けの冒頭に有馬アナから10分ほど遅れましてスタートしました。我々もスタジオにいつも通りの準備をしていたのですが、機材トラブルによって心配させてしまったようです、申し訳ございませんといった、謝罪の言葉があった。番組公式 LINE には放送がトラブルが発生中だったので、時間帯にリスナーから何があったんだ、大丈夫かといったメッセージが多数寄せられていた。
後に番組の中ではその中でいくつかを紹介していたということですね。あの、FM の番組が結構地震の関係があるって。地震？FM の電波が乱れると、うん、あの地震が来やすいんですよ。へえ、そうなんですね。FM 電波、コミュニティ FM っていうのは大体その、うん、例えば船橋だと船橋、はい、市内だけ飛ぶじゃないですか。はい、そしたらところが江戸川区まで飛んだりする場合があるらしいんですよ。はい、例えば江戸川区車で走ってて、はい、あれこれ FM1 カードが聞こえるってなると、うん、地震が来るらしいです。へえ、なんかずれちゃう感じですかね。影響でこう。そうなんですよ。それなんか信憑性ある地震予知のあれですね。うん、まあこれはね、うん、あの前あの愛知県の防衛FM局の局長と話しをしてて、うん、へえ、それ結構今後有効活用できそうな。そうですね。あれじゃないですかね。動物と並んでなんか信憑性高いです。うん、なんか誰かのリーディングとか言ってていいです。それはリーディングで確実だよね。なんか科学的なあれ絡んでそうな変化ですもんね、それって。なんでかわかんないけど、なんか聞こえないエリアにいるのに、うん、なんかうちの電波が聞こえたらっていう話になると地震があるんだよね。それちょっとなんか、いい話ですね。そうですね、興味深いですね。いや、じゃあちょっとね、これ気になりますね。気になりますね、なんかまた近々。単なる、ね、これベイ FM ですかね。ベイ FM、はい、千葉、あの、はい、千葉県沖合で、はい、あ、なんかね、そう、怖いですね。だから船橋のね、はい、ちょうど沖合で何かあったんじゃないかなと、はい、なるほど。やっぱり、ね、気象兵器ですか。気象兵器ですか。闇の勢力によるんですそれ気象兵器ちょっと怖かったのは、僕気象兵器はその、うん、どっちつかずっていうかまだ判断つかない派なんですけれども、はい、あの武漢がさ、はい、あの2つの巨大竜巻にめちゃくちゃされて、うん、今大変なことになってるんですよね。あ、そうなん、知らなかった。これ報道されてないんですよ、ほとんど。あ、そうだよね。うん、もうめっちゃ、もう街中めちゃくちゃ、あれアメリカの攻撃だっていう説がある。そう、なんか証拠隠蔽、そうそう、しかも2つ、うん、でめったに来ないとこなのに、うん、急に2つのでっかい、あの映像出てるんですよ、海外のサイトとかだと、もうめちゃくちゃで死人とかも出てて、街の中めちゃくちゃですよ、竜巻で。あららら、あれはアメリカが仕掛けたってことなのかな。いやー、まあ、これも話していいのか分かんないですけどね、なんか、最近 YouTube とかも怖いんで、なんかどう絡んでるか分かんなくて。竜巻は怖いですね、だって避難で、その竜巻を発生させたのが人為的なものじゃないかっていう噂もちょっと立ってるんですよ、場所が場所なんで、そうですね、あくまでね、いや竜巻だからね、自然発生のもんだと思いますけど、思っちゃいますけど、ね、2つ同時に巨大、巨大なやつ、普段めったに来ない地域に、まあ、ちょっと勘ぐりたくなるかな。そうですね、勘ぐっちゃいますよね、なるほどね、はい、ということで、はい、はい、じゃあ次行きます。それとも、あ、ゆめろさんのやつ行きますか。行きましょうか、うん、じゃあ。はい。メロさんとかもあれなんですけど、はい。はい、頼りが。うん。よし、ちょっと読ませていただきます。こちら、あの、うん、映像付きなので、ほずみくん、動画を2つここに挟んでくださいね。1つ目が送られてきた動画になりますが、うん、山口敏太郎様、こんにちは。うん、京都の中村と申します、うん、いつも楽しくアトラスラジオ拝見しております。見ていただきたい動画が撮れましたので送信します、うん、これは飛行機を撮ったら偶然に UFO のようなものが映っていました、うん、短時間の動画をループ再生しています。この、ご確認のほどよろしくお願いしますとのことなんですが、うん、こちらはまあズバリ言ってしまうと、うん、レンズゴーストというものでして、うん、画面内にあの強い光の光源があると、この動画の場合太陽なんですけれども、うん、やっぱり画面の端っことかにね、その対角上に、ちっちゃなね UFO みたいな白い光が映っちゃったりするんですよ。でこれを僕再現しまして、この間外出た時に再現したんだ、うん、反射なんですよ、はい、で レンズを反射して映っちゃうんですよ、はい、でその検証動画がこちらになります。はい、はい、これが UFO とよく間違われるやつですね、レンズゴースト。カメラ動かすとほらついてくるでしょ。これがよく心霊とか UFO って言われたりします。
そういうものでは全くございません。こうやってもう自由に動かせます。ぐる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 画面を動かすと一緒にこの光のレンズも動いてくれる、ね、こういう撮り方するとなんか本当にね怪現象撮ってるように見えますけれども、これも目にも見えてるあれなんですよ。目に見えてるそのカメラ越しに、レンズでこういうものを映すと光源に合わせて光の玉が映っちゃうんですよ。これ合成してるわけでもなんでもなく、いつでも特にこの夜の街灯とかだとすごく分かりやすくて、こんな感じで、強い光さえあればいつでも誰でも撮れるのがこの、レンズゴーストという現象でして、で多くの方がこれ心霊とか、UFO と間違いやすくてですね、なるほど、まあ、再現性の高いよく UFO という写真投稿とかね、このゴースト多いよな。あで今その UFO のやつをみんなね、あの村さんとかに鑑定してもらおうと思って止めてるんですよ、投稿されてきたやつ。ああそうなんですね。そうなんです。だからあの自分のがボツになったかと思ってても、実はその鑑定してもらう、そうそう溜めてるところなんですね。ああ、だからその中にもそういうのあるかもしれませんね、レンズゴーストのやつが。村さんそこで村さん、これはなんとか人です何とか人の仕業です言うかもしれません。でもさっきのご投稿いただいたその光がついてくる玉、とか僕自身もその見たこともあるので、あのもしかしたら、あのこのレンズゴーストではない本当の UFO である可能性も僕はやっぱり、あただその揺れ方がね、あのもう遠くにあるものの揺れ方と近くにあるものの揺れ方ってやっぱり分かりやすいんですよね、で近くにあるものってイコールこの画面の中のものだから、やっぱりその動きから見てこれはレンズゴーストだなって僕は判断したんですよ。この震え方というか、手に持ってる人の震え、手にあの、側の動きで動いちゃうので、なるほど、そうだね、はい、ということですね、はい、なんか夢をぶち壊しちゃうような感じで申し訳ないんですけどやっぱりでも真実が知りたいですもんね、オカルトは ね、いや多いんですよ、ゴーストを勘違いしてる人は、だからもうこれはね、一回はっきりしとかないといけないなと、問い合わせすごく多いんですよね、僕個人のアカウントにもたまに来ますから、こういうの、これ撮れたんですけどって言って、もう俺のとこ来ても、夢郎と佐口夢郎は見とけって二人に転送して終わり、見ないまたまただろう、来たらなんか村さんのところに回してしまいます。あのよくわかんない、まあ、でも本当に説明つかないようなのもたまにはあるので、やっぱりそういうところはね、あのちゃんと一つ一つ目を通していきたいな、それはオカルト事務所としては。実際欧米のね、政府機関が認めて、もう未確認航空現象は認めてますからね、先月の4月28日、もうなんかもう、あの米国防省が、まあ、これ本当取れちゃったんですけど、3つ公開されたんですよ、これすごいいいですよね、あの UFO の映像、あれが正体が分かんないのかな、あれ本当に白い光の玉がプーンってこう動いてるのを持ってて、撮ってる軍人の人もめちゃめちゃテンション上がってて、やっぱそういうこともあるので、可能性はゼロじゃないんですけど、やっぱレンズゴーストの可能性もたびたびあるということで、そうですね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。夢を壊してるようでしたら申し訳ない夢クラッシャー夢ローブですいいですね、では次がですね、いつも楽しみに配信を待っています桜子と申します。桜子さん、桜子、年末からいろいろありましてなかなか動画を見ることができませんでした、やっと落ち着いてきて YouTube を見る余裕ができてきました。ビンタロウさん、テルさん、ワンちゃんたち、アイムさん、ユメロウさん、補佐官、皆様お元気そうで何よりです、元気ですね、元気ですね、元気ですよ、はい、きなこも文句臭いのは元気毎朝顔と匂いを嗅ぐんで文句臭いですか、あいつはもうちょっとね、よく洗ってあげてくださいよ、よく洗って洗うと臭いんですよ、ね、あいつは。はい、ずっとアトラスラジオのことは気になって気になって仕方ありませんでしたよ、ありがとうございます。今回はまた娘の会社で起きている超超怖いことをメールさせていただきます。娘の会社には移動式の広く大きな倉庫があります。わかりやすく言えば、会社で使用する部品などがストックしてある場所で、その場所自体がベルトコンベアのように動く仕組みになっていて、社員は作業で使う部品などがなくなったら、その倉庫の中から取り出して使う仕組みです。倉庫のストックがなくならないように、業者さんが定期的に来社し補充する仕組みです。
ある日業者さんが補充に来られた日、社員が欠損部品を求めて倉庫にいた時、業者さんが話しかけてきたそうで、その内容に社員は身震いしたそうです。業者さん曰く、毎回補充に来ると幼稚園児ぐらいの男の子が倉庫の中にいて遊んでいるらしいのです。倉庫の動く部分に乗って流れていたり走り回っていたりを繰り返して遊んでいるそうです。ここずっといますよ。この言葉に社員は怖くなり、その場をすぐ離れたそうです。その内容は人づてに広がって娘の耳にも入ったそうです。娘の後輩で霊感のある女の子がいるらしく、その出来事が知られる前から倉庫の方を見るのがずっと怖く、体調が悪くなっていたそうです。業者さん曰く、男の子は悪さをするわけではなく、ただ倉庫が楽しくて毎日遊んでいるらしいです。娘は毎日その倉庫が見える場所で仕事をしているらしく、私には見えんでよかったって言っています。娘の会社はとにかく不思議なことが頻繁に起こっています。以上です。ということでですね、なんかね、どうなんでしょうね、男の子が倉庫の中で遊んでいる、やっぱりそこで亡くなった子供なんですか ね、 ね、なんか楽しいんでしょうね。普通のね、はい、表しても出ましたよ、出ました、幽霊が、はい、しょっちゅう出てました。へえ、あの、うん、門地にもともとあの、はい、地元のお稲荷さんがあったんです、はい、それをね、はい、ぶっ壊して、はい、ぶっ壊して、まあ、移動して、はい、そこで敷地を出てたんですね、はい、でね、この移動した時に、はい、運んだ繁盛が、はい、なんか死んじゃったんです。あら、うん、ね、そのね、はい、お稲荷さんがね、はい、移動したんだけど、はい、鳥にぶつけたりすると、はい、その人が死んじゃったり、ね、とにかく それはその、うん、新しく移動した先の裏側で事故が頻発したりね、はい、すごいおかしなことがあるんですよ。ありましたね。これね、あの、うん、でどけて新しく倉庫建てて、はい、そこキャノンの書が建ったんですよ、はい、で昔の倉庫は運営しながら建ってますから、はい、半分建てて、うん、半分収納して、はい、で残り半分を建てるっていうやり方だったんですよ、はい、で半分建てて、はい、先にまず竣工するじゃないですか、はい、そら半分だけ動いてるはずじゃないですか、はい、で半分は作ってる最中ですよ、はい、そら作ってる最中に落下事故があって、はい、僕が入社する前ですよ、はい、首がこう鉄筋に刺さって、はい、職人が落ちて死んじゃったんですよ、はい、もげて首が、はい、そしたらね、はい、あの境目の部分に首が出るようになった、はい、なんかこう下から荷物が上がってくるじゃん、うん、それだ、その話だ、ビューンって上がってくるじゃん、はい、バーッと開くと、はい、こうやって首がこうやってどんってでもすごい、もう松井さんとか、はい、渡辺さん名前出ました。まあ、顔色変えて走ってきて、いやさっき出た生首が出たとか言って、はい、何バカなこと言ってんだろうなと思って、はい、首なんかどこにもいないじゃないのと思って、うん、それでしょっちゅうでしたよ。そうですか。でもそんな亡くなった方もお仕事がすごくなんか心配っていうか心残りだったんですよね、お仕事のこととかね。そうでしょう ね、そこに出てきちゃうっていうことはね、いやなんかね、いや悲しいお話、悲しいですよ ね、 ね、そうでもさ、なんか今のお話で思うことが、はい、これ子供の霊の場合はキャッキャと遊んでること多くて、はい、大人の霊って遊んでることないんですよね、はい、辛辣な、なんかその怒り悲しみで残ることが多くて、子供はなんか許されるのかなって、子供はね、なんでしょう、無邪気なんですかね。そうそう、仙台でも僕、あの住んでた頃、ありましたもん、その防空好きな子供が、はい、あの遊んでる姿が目撃されたりだとか、声聞こえてくるってことが、はい、子供は無邪気で遊んでるんだろうな。そうですね、なんか面白いって言っちゃうとあれですけども、なんか共通点の傾向だなって思うんですね。そうです、なんか子供がなんかうなだれてとかあんまり聞かないですね。そうなんですよ。大人はなんかね、そうそう、なんかこうね、うなだれてたりとかね、よく聞きますけどね。だからその子供の死後にも元気でいるってところを、なんか利用した術みたいなのが雑草嵐だったりクマントンだったりするのかなっていう感じですね。感じですね。はい、ということでね、追伸、今年は笹栗南蔵院でのイベントはありますか？
なさそうな感じですね。コロナで。コロナのせいでね。ね、はい。ね、ちょっと残念ながらね、なさそうということなんですね。ね、はい、ということですね。桜子さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、他に何かお話なかったらね、アニマルクラブに終わりなんですか？終わりなんですか？なんかすごい元気になりますね、終わると。終わりそう気になる。なんですかね。画面外で鳴らすね。画面からいなくなっちゃってます。そんな長いんですか。もういいですよ。何やってんすか。長いだろ。え、楽しかった日にこういっぱい鳴らすんですか。楽しい。テンションが高いと。今回結構いい話できた感じのテンションですね。懐疑的な部分から肯定的な部分から。まあ今日バランスは取れた、ね。取れてますね、うん。今日の帽子はなんでその帽子にしたんですか。え、いや寝癖がついてるから帽子かぶってるいつもと違う帽子ですもんね。ハンチング一番似合う気がしますよ先生。あ、そうですか、うん、そうですよ。私ね、沢田研二がかぶってたあの帽子が似合うかなと思いましたよ。沢田研二が、沢田研二がかぶってたやつ、わかんない、ごめんなさい。なんか勝手に、あ、知らないか。いや、名前は知ってるんですけど、うん、パッと出てた。勝手に仕上がれとかなんかね、沢田研二でわかるよ、ね、名前は知ってるんですけど、はいはい、名前知ってるだけ。はい、え、ジュリーで歌ってるそうだ。ジュリーって、あの人か、そうか。え、ジュリーと沢田健二はすぐ屈しない。ごめんなさい、だから僕多分世代でもないですよそれ多分。いや世代じゃ、いや世代わかるよね、昭和生まれだもんね。ごめんなさい、僕あのイングベ・マルムスティンとかそういうの聞いてるやつなんて全然。あ、そう、はい、だからそう、とか今度沢田健二の被ってた帽子かぶせたいなと密かに思っていました。魔界転生とかね。あ、魔界転生またやりますよね、なんか今度。え、またやるんですか。なんか、うん、や、うん、劇場かなんかでやりませんでしたっけ。え、この前やってましたよ。あ、じゃあそれかな、なんか、うん、ね、誰かウエンツエイジの相棒の子が出てましたよね。小池くん、小池くん、小池徹平、はい、あの子出てませんでした、ね、あの人は天草四郎役。あ、そうだ、そうかな。これも昭和の子なんでいいじゃん。終わりでいいじゃないですか、もう。あ、ということで、ちょっとすごい脱線しましたけどね。はい、アニマルクラブ、ね、ここから始まるんですね、アニマルクラブ。アニマルクラブ、はい、はい、グーテンターク、ドイツ語でこんにちは、はい、コスケです、うん、アニマルクラブに初投稿です、うん、コロナ禍よりもずいぶん前、スイス旅行に行った時の写真を見返していたら、うん、アルプスをハイキングした時に出会ったヤギさんの写真が出てきました、うんうん、ヤギさんの黒目は四角なんですね。またスイスに行きたくなりました、うん、はい、PS マッターホルンも綺麗に見えていたので一緒に送ります、うん、ということで、ヤギさんの黒目が四角。確かにそうですね、四角ですね。そうなんだ、うん、へー、ということでね、写真がついてますね。この前なんか目の、人間の目の瞳が四角っていう、うん、人間の目が、目が、そうそう、四角の目の女の人見たっていうお便り読みましたね。あ、綺麗ですね、本当だ、ね、すごい。マッターホルン、本当に綺麗。これね、カラー写真だととても綺麗になります、うん。確か羊と人間って確か、はい、ちょっとなんか近しいんですよね、はい、確か。あ、そうなんですか。で、なんか羊人間みたいな話。羊人間があって、うん、うん、今ちょっと多分これ動画載せれないんですけど、僕さっき見てきたばっかりですよ、その。羊人間、うん、赤ちゃん、いや、ただの奇形かもしれないですけど、確かに。うん、羊の赤ちゃんで、かつ、うん、豚かもしれないですけど、うん、動物で、かつ人間の赤ちゃんそっくり。なんか面白い。ね、さっき、あの海外のサイトでさっき僕見てました、ちょうど。はい、へー、そうなんだ。で、もう村の人たちがもう大騒ぎになってて。うん、大騒ぎですよね。人間とのハーフだ。そうそうそう。人間確かにそう見えます。ちょっと、うん、あの危険にしても、本当に羊人間っぽくて気味悪いなって思って。あと、そうだ、これナショナルジオグラフィックスのサイトで見たやつだったんですけど、確かに 0.01% だけ人間の遺伝子を持つ、はい、羊、はい、作ることに成功したっていう記事見ましたよ。これ、ね、あの大丈夫なのかなっていう、ね、大丈夫かな。あの人間ハイブリッドで検索すると上の方に出てきますんで、興味のある方はちょっと検索してみてみてください。何パーセントマジで、まあ、うん、それ人肉になるんだろう。人肉？人肉の話ですか。人肉の話してました。例えば人間の DNA をね、うん、で 0.1% 持ってたら、うん、これはもう人間とみなすと、はい、で豚人間だったら、はい、これ人間とみなす、これ共食いになるよっていう、はい、パーセンテージは何パーセントか、ね、共食い。あ、まあそこら辺はまあ何でしょう、これまでにそういう判例っていうか、うん、多分、うん、それをジャッジしなきゃいけないことが歴史上なかったはずだから、うん、だからおそらくまだ
そういうちゃんとしたあれはないでしょうね、決める。そうだよね、うん、でもいずれそういうのが出てくるだろうね、はい、結構考えられてるのが臓器の、はい、自分の臓器のクローンを動物の体の中で作ろうっていう試みは、なんか見たことが、そうそうそう、されてるんですよ。ネズミの体に人間の耳が、そうそうそう、それ有名ですよね、だからそういうところからが、まあ、結構可能な域なんでしょうね、うん、その豚は内臓、豚の内臓は人間に合う、そう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 、ちなみにそれで作られた豚が、うん、すごいなんかもう反響を翻して襲ってくる、うん、映画が今作られて、そうなんです、日本にまだ配給されてないんですけど、豚がハイブリッドの豚人間が、人間を今度はなんか俺らが飼ってやるって言って、うん、ベーコン豚って呼ばれてる、ベーコン豚あのダニー・トレホが主演ですよ確か、うん、そいつらが知能が高いから、うん、ああそうそう、知能高くて、あ、うん、まあ、人間たちを支配しようって、もう北斗の拳みたいな世界で、うん、豚人間たちが人間を襲ってくる映画が、はい、でその映画変わってるのが、うん、あのヒロインってまあ出てくるじゃないですか、うん、映画の中で、はい、そのヒロインになぜかヒゲが生えてるんです。ヒロインにヒゲが生えてる、そう、女性なんですけど、うん、なんかもう本当に立派なヒゲが生えてて、マリオみたいな、だからいろいろ変わってる映画、不思議な映画ですね、すごく不思議な映画が今作ってる途中、いや確か2019年ぐらいにできてたはずなんだけど、僕ずっと見たいと思ってんのに、日本で全然配給されなくて、なんでヒゲ生えてるのこの人、わかんないっすよ、最後まで説明なかったりしな、ヒゲ生えてることに対して誰も触れないとか、まあまあそれもありえますよね、最後まで説明されなかったら僕は納得しますよ。これが気になる方は、うん、ダニートレホで豚人間で検索すると、はい、この映画出てきますんで、はい、検索してみてください。はい。ということで、ヤギさんから豚人間の話になってしまいましたが、はい、小助さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃ次、なんか昭和コーナーで先生とゆめろうさん。まだ続くんですか？だから昭和コーナーなんかお話しするって言ってませんでした。あ、いや、なんかそういうネタがなければ話す。バロムワンかなと思って。結構十分じゃないですか。バロムワン。バロムワン先生どうですか？リアルタイムで見てたんですか？見てたよ。急に始まりましたけど。急に始まりました。昭和コーナーバロムワン。超人超人僕らのバロムワンでしょ。その前にブロロロロがありますよ。ブロロロロロロロブロロブロブロバロブクロスがキュンキュンでしたっけ？そうですね。なんか二人が一人バロローブでしょ。はいはい、そうそうそう。松本人志さんがなんかその部分がすごく気に入ってるっていうのをテレビで言ってて。なんかその部分を聞くとなんか涙が出るとかって、ああなんかね、うん、はい、あのメロディーがちょっと悲しげなのがあるっていう、そうなんですよ、うん、はい、ということで とか、あとなんだっけ、うん、あのダウンタウンとなんだっけ、ナイナイ岡村さんの、うん、ナイナイの番組だったかな、はい、で一回腕ゲルゲ出てきましたよね、腕ゲルゲ出た、出た、確か確か出た、何、めちゃイケ、めちゃイケかなんかで出てきた気がする、腕ゲルゲが、そう、はい、あの歌手、そう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 、え、まだ残ってんだ、残ってんじゃないですか、多分当時は使ったのかな、いや、これ僕のなんか夢の話だったら申し訳ないんですけどなんか出たの見たことある、はい、多分出てますよ、うん、マンデラエフェクトとかでもゲルゲ怪人っていいですよね、一番グロいですよね、グロいですよ、ゲルゲ怪人ね、ノーゲルゲとかさ、はい、首ゲルゲなんて人死んでんじゃんって感じ、はい、そうそうそう、うん、まあでも気持ちよかったですね、まあでもなんか大好きでしたね、ソフビ欲しいんだけど10万とかいきました、そんな高いんですか、そう、仏像より高いんですよ、仏像あれそう、当時物、当時物だと、当時物と再現したものもあるんですけど、うん、再現したものも結構高いんですよ、へ、だから僕最近パワーストーンと、うん、あと仏像とタイの呪物って集め始めたんですけど、はい、バロムワンの怪人同じぐらい高いから、仏像より高いとかって思って、そうなんだ、隕石より高いとかも、あの、はい、ウロコゲルゲのやつ、あ、ウロコゲルゲ、かっこ悪、かっこいいね、あれ、あ、ウロコゲルゲはちょっとあれですね、インパクトもかなって感じですよね、はい、どれが欲しいですか、メゲルゲですか、いやどうかな腕ゲルゲかな、あ腕ゲルゲ人気ですね、まああれはなんか洗練されたデザインですよね、デザイン的にはいいですよね、いやまあバルムワン、はい、バルムワンね、私の思い出だと、うん、あの私が好きだったあの主人公の痩せてる方の男の子が、うん、なんかね、バレリーナの女の子、バレリーナバレエ習ってる女の子を好きになっちゃって、うん、
でその女の子がですね、なんか RH マイナスなんとかとか なんかね、あ、僕と同じじゃない、なんかね、ちょっと、あ、違う、 RH マイナスとか言ってないんですけど、特殊な血液を持っていて、うん、でそれがね狙われちゃうっていう話だったんですよ。あ、僕と一緒じゃないですか。RH マイナスとは言ってなかったと、なんか違う、うん、なんか特殊な血液、うん、でその女の子があのバレ、うん、と狙われてしまうのを助けるお話 で私はちょっと嫉妬してしまいまして、うん、その女の子に、うん、はい、でランゲルゲっていうお話だったかな、なんか、ランゲルゲ見たことないわ。そうそう、でね、バレエの先生がね、なんか液体で溶かされて死んじゃうんですよ。それもまたねちょっとショックで、昔溶かされて死ぬ描写結構ありましたね、ありましたね、ありました、ありました。デンジマンの1話でもそうだったし、うん、溶かされて死んじゃう、そう、うん、結構ショックだったのは仮面ライダーアマゾン1話も、うん、確かなんか誰か走ってきて、うん、溶かされる、溶かされた、と大変だっつって、なんか、うん、あの百合ヶ丘駅で人々が溶かされてるぞっつって、うん、あの住民機が来て、うん、はい、しなんかバーってなんかかけて、うん、あの百合ヶ丘駅の人たちが溶けてるんですよ、うん、いや怖いな。めちゃめちゃ1話がそれですよ、相当話だったっけ。そうです、そうです、うん、結構えぐいんですよ1話から、うん、文法でやってたのに、デンジマンもそうですよ、うん、はい、1話に出てきた、うん、なんかあの工事現場の人たちが、うん、シューってこう溶かされて、うん、骨になる描写が、うん、白骨化するやつ、うん、最近はダメなのかな。ダメですよ多分。そうなんだ、最近は、うんうん、昔ね怪奇大作戦っていうの知ってますか。名前だけは、あれでね、うん、なんか人食いガとか言って、うん、ガがいっぱい寄っていくとねシューって溶けちゃうんですよ人間が、うん、もうそっから怖かったですね、人間が溶けていくというのがね、うんうん、はい、最近はそんなグロい表現ダメなんでしょうね。ダメなんでしょう。あ、でも逆にあれですよ、あのアマゾンプライムの中だけで見れる仮面ライダーアマゾンズっていうやつがあるんですけど、うん、あれはね、うん、あの民放でできないことやってやろうぜって多分意気込みがあったんだと思うんですけど、うん、すげえ過激ですよ、ね、へそう、だって女子高生の女の子が、うん、あれですよ、脳みそ吸われてるんですよ、あの臓返しみたいなやつに、うん、あの耳の中になんか突っ込まれて、うん、歯医者かなんかだと思って入ってきたら歯医者の先生が怪人で、うん、もうあの耳から脳みそ吸われてる、はあ、怖い。でそこに仮面ライダーが、うん、来て戦って、うん、そして倒すんですけど、うん、女子高生も手遅れで、うん、耳からもう脳みそ垂れ流して死んでるんですよ、あ、うん、そうそう、結構えぐいですよね、溶かされるって一瞬だけどさ、なんか、うん、えぐいですよ、その女の子ずっと震えてるんですよこれ、いやちょっとえぐいですよ、ね、すごいえぐいですね、すげええぐい、すみません、これ気分悪くした方いたら、へー、ということでなんかね、うん、Amazon プライムで、うん、仮面ライダーアマゾンを見よう。そう、バルモアの話。なぜ昭和じゃない話になっちゃいましたけど。でも残酷性って結構移り変わりがあっての、はい、また戻ってきたみたいな感じがあって、はい、そこに刺激を感じてた人は、はい、アマゾンズおすすめですっていう話ですね。なるほどね、うん。じゃあ前半戦これで終わり。はい、前半戦こんなもんですね。バイなら。なら真似できてなくてもいい。やんなくて。バイなら。これ先生止めるんですよ。これ止める。